そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。わかった。この道は前にも歩いたような、気のせいか。これだけか。
すいこと。大丈夫、私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう？彼女の立者エネルギーは価値がある。少しも残すな。分かった。まずい。分かった。まずい。その件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません、隊長。約束したこと守れそうにありません。進化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。Warning. Warning. Warning.